ウェルカムトゥアサミスタジオ。本日の動画は9.5メガ割購入品紹介。メガ割っていう9点の商品を安く買えるクーポンが配布されるキャンペーンみたいなやつがありまして、それが第1弾か第3弾まであったんですけど、うちね第1弾見逃してて第2弾から買ったんだよ。ショック。その第1弾から第3弾まで 20% オフのクーポンが3枚ずつ配布されるから、9個 20% で物を買えるってわけじゃん。なのにその3枚もさ見逃すってさ、やばくないっすか。めっちゃ損したなって反省してる。なので今回6点その 20% オフのクーポンで買い物したのを紹介します。本当はね、別にそのクーポンにとらわれなくてもなんかショップごとで何割引きとかやってたんだけど、ちょっとその時ねちょっと金欠だったからやめとこうと思って、今回はね6点で我慢しました。それでは紹介していきます。はい、それでは紹介していくんですけど、1個だけまだ届いてなくって、それ来るの待とうかなって思ったんですけど、まあ、別にいっかと思って進みます。ちなみに買ったのはこれです。たらーん、いつも使ってる N2 コレクションのラッシーとサバ定食です。まあストックで買ったやつだから別にいいかなっていう感じです。あのこのカラコンについては別の動画で紹介しているのでぜひ見てみてください。でそれじゃあね、もう届いたやつどんどん紹介していきます。まずはこちら。これはね、何かと言いますと、3D ホワイトストリップス、歯、ケア、これは、この中にシートが入ってて、それをさ、歯にペタってくっつけて、30分ぐらい待つと、歯が白くなるよ、みたいな感じです。ホワイトニングと歯列矯正をね、今年中にできたらいいなって思ってるんだけど、高いからね。これは手っ取り早くできるからいいかなと思って購入しました。はい、次はこちら。何が入ってるかというと、ムーダのインスパイアロングラッシュタイプボディウムマスカラブラウンです。前から茶色のマスカラ欲しいなって思ってたんですけど、なんかこのねブランドがいいみたいなので購入しました。これ全部韓国語で書いてるけど、まあ、マスカラだから間違うことはないでしょう。先っぽはこんな感じで、はい、色味はこんな感じで、ちょっと明るめのブラウンかな。え、わかんない、違いがどうですかね。ちょっとカメラじゃうちわかんないんだけど、はい、こちら3点目なんですけど、私は怒っている。あのね、もう中身何が入ってるのか分かるんだけど、分かってるからこそ許せない。これで壊れてたら本当に怒るからね。あ、何が入ってるかというと、こちらすごいケースが可愛いんですけど、こちらクリオのアイシャドウパレットです。ちょっと待って、はい、中はこんな感じで癖がないブラウンですね。上はマットで下はラメが入っております。あの、なんでうちこれ切れてるかっていうと、これポストできたの。こういうのってちゃんとハンコとかもらうタイプのやつじゃない。腕につけたらこんな感じです。テスク茶も柔らかくて発色いいし、このねラメもさバリエーションいっぱいあるけど使いやすいカラーばっかりでいいなって思いました。ね、ここのさ、緑色のあざみたいなやつ見えます？猫にチュールあげようと思って、うち手の甲にチュールを出して、これで、ブブブブって、あげるようにしてるんだけど、いつも通りあげたのに、なぜか最後にね、ガーって、なんかすごい突き刺すように噛まれて、うわーってなったのよ。そしたら、ここに、てん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 って、深い傷跡がついてて、びっくりしてさ、もうマジで痛かった。ストリートブリックっていうのを使ってるんだけど、これは結構ねオレンジ赤っぽいパレットで、ね、比べると全然違いますよね。はい、次こちら。こちらはですね VT コスメティックって書いてます。はい、たらーん。こちら何かと言いますと、
シカデイリースージングマスク桜バージョン。シカって今流行ってるよね。なんか美白になる成分が入ってるやつなんですけど、うちも昔ねクリームは使ってたんだけど続かなくってやめちゃったんですよ。でもフェイスパックだったらうち結構続くからこっちの方がいいなと思って買いました。結構大容量な感じ。パッケージもねすごいピンクで可愛いし、はい、中はこんな感じで上にトングがついてます。最近普段使ってるパックが切れたんで今日からこれ使っていきたいと思います。はい、次で最後です。これは買った中で一番欲しかったものかもしれない。はい、こちらなんですけど、なんとたらー、マーク・ジェイコブスです。すごくない？ Q 店になんかブランド品のアウトレット店みたいなやつがあって、そこにね、うちが欲しかったマーク・ジェイコブスのものがあって、それ普通に買ったら4万ぐらいするんだけど、そこのアウトレットでは1万ちょいで売ってて、で、さらにクーポンを使って9900円で買えたんです。それでは中身出します。わー、楽しみだったんだ、これ。行くぜ！たらーん！見て見て見て、かわいい、かわいい。マーク・ジェイコブスのカメラバッグニューブラックマルチというカラーを購入しました。めちゃくちゃかわいくないですかこれ。やばやば、中に紐が入ってました。お、すごい、見て紐かっこよくない。はい、こちらのバッグなんですけど、あの、レビューにも書いてあったし、まあ、なんか感づいてる方もいると思うんですけど、偽物なんじゃないかって書いてあって、もう確かに、まあ、アウトレットとはいえ、1万円以下で買えちゃうの、ちょっと、やばくないっては、うちも思ったよ。わぁ、偽物だったらどうしようって思ったんですけど、そのレビューの中に、偽物かもしれないけど、可愛いからいっかとか、もし偽物でも本物っぽいからいいや、みたいなコメントもあったので、まあ、いっか、と思いました。ちなみに中は、こんぐらいしか開かなくって、正直何が入るんだって感じです。こっちがうちが普段使っているプレイボーイのバッグで、こっちは今回買ったマック・ジェイコブスのバッグですが、うん、一回り小さいかな。横幅は若干、ジェイコブスの方が大きいかな。収納は良くない。ビジュアルはいいけど。はい、今回は Q10のメガ割り購入品紹介でした。メガ割りは例年4回行われるらしくって、次は多分6月だと言うそうです。次こそはちゃんと余すことなくクーポンを使いたいなって思います。動画を見てくれてありがとうございました。よかった方は高評価、コメント、そしてまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram、TikTok、そしてコスプレ専用アプリクラプスで画像を投稿しているので、こちら応援よろしくお願いします。他にもチャンネルやっているので、こちらも登録お願いします。それではまたね。アリーベデルチ。